公園には樹齢600年とも言われ、鶴が翼を広げたような枝ぶりから鶴の松と呼ばれてきた松があり、毎年この時期に雪吊りを行っています。植木職人は松に建てた高さ10メートルの支柱から100本余りの縄を放射状に下ろし、地面に固定していきました。雪が降る中で冬の公園の えー、趣みたいなものをです、ねあの,まあこのふるさと村という古民家の中の一つの景色として楽しんでいただければと思います雪吊りの作業は明日まで続きます。